区民はセリカの一年生総本である。中東から東はインドまで広がる地域に自生する。種子に強い方向と、ほろ、苦み、辛みがあり、香辛料として用いられる。一般には種子と呼ばれているが、植物学上は果実である。区民は伝統医学において役に立つと考えられているものの、医薬品として安全。 または有効性があるとする質の高いエビデンスは存在しない。別名はウマゼリ。感名はストムゼン。フランス語ではキュマン、オランダ語ではコメイン、インドア大陸周辺ではジーラ。地中海沿岸東部県産の1年生、または2年生の総本で、高さは20から40センチメートル程度。株全体に毛はなく、傭兵は長さ1センチメートル程度と短く。 針型の鞘がある。葉は細長い針型で、二回以上に前列する。花は笠形花で、直径2から3センチメートル。花弁はピンク、または白色、長楕円型で、先端がわずかに欠ける。種子は長楕円型で両端が狭く、長さ6ミリメートル、幅1.5ミリメートル程度、全体が白い剛毛に覆われている。花期は4月頃で、 5月頃に種子ができる。温暖湿潤な気候と水はけの良い肥沃な土壌を好む。暑さや乾燥を嫌うため多くの地域では冬の作物として栽培される。最大の輸出国はイランだがインドからヨーロッパにかけて広い地域で栽培されている。同じ種でも栽培される条件によって香りや形質に違いがある。 最も古くから栽培されているスパイスの一つと言われ、紀元前16世紀の古代エジプトの医学書、エーベルスパピルスにも記載されているほか、王国時代の墓所からは副葬品として発見されている。古代ギリシアや古代ローマでは、薬用や美容、食卓に備え付ける薬味として用いられていた。新薬聖書の時代には、パリサイ人は区民で十分の一税を物納していた。 中世ヨーロッパでも料理や薬用として用いられたが、課金類の逃亡を防ぐ、恋人の心変わりを防ぐためにライスシャワーにクミンを混ぜる、事前に匂いを嗅ぐと妊娠しやすくなるなど、迷信やまじないと関わりがあった。クミンシード粉末に引いたクミン種子のクミンシードは、地中海地域、中東、中央アジア、南アジアの料理に香辛料としてよく用いられる。パン。 ピクルス、ソーセージ、ミートローフなどでの利用が多く、チーズ、人参ともよく合わせて使われることが多い。日本人には、馴染みのカレー粉にも配合されており、カレーに特有の香りと、わずかな爽やかさを与える。なお辛味は少ない。香りの主成分は、クミンアルデヒドである。トルコ料理、ウイグル料理、ポーランド料理、レバノン料理、モロッコ料理、スペイン料理でも、 非常によく用いられる。インド料理には必須のスパイスの一つで、様々な料理を作る際に、はじめに油に香りをつけるためにクミンシードを油で熱する。ガラムマサラやチャツネを作る際にもよく使われる。単独で使うと薬臭く感じられることもあるため、他の香辛料と併用される場合が多い。メキシコ料理、テックスメクス料理では、チリコンカーンなどに用いられる。 チリパウダーに配合される。オランダのライデンには、ライゼカースと呼ばれる、クミンを練り込んで風味をつけたチーズがある。その他、各国で、スープ、パン、ケーキ、ピクルス、ソーセージなどにも用いられる。クミンシードは同じ、セリカの香辛料である、キャラウェイシードやフェンネルと外観が似るので混同しやすい。薬用としては、インド、ヨーロッパでは、権威薬や、工夫薬。 利尿剤となると言われている。含有される4、イソプロピルベンズアルデヒドは、腸素が出血性大腸菌などが酸性する、ベロドクソの酸性を抑制するとする報告がある。接触による愛型アレルギーの症例が報告されている。ありがとうございます。